はい、今回も魔界戦記ですがイヤ6をプレイしていきます。前回とにかくリレイザが死ぬ運命をぶっ壊しちまおうぜと決意したところだったね。ここからどう具体的に運命をぶっ壊すのか気になるな。頭脳労働担当がマジョレーヌちゃんしかいないんだよな、このパーティー。果たして何か思いつけるのか。それじゃストーリーを見ていこうか。Z たちはこれまでの経緯をすべてリレイザに伝えた。え、本人に全部言っちゃうんだ。いや、確かにこのパーティーの中では一番頭がいいかもしれん。信じられない。あのミシュアルが全宇宙の破壊を望むようになるだなんて。だが事実だ。俺と妹のビーコがあいつのせいでどんなに苦しんだことか。兄さん、この人が悪いわけじゃないでしょ。そうかもしんねえけどよ。ごめんなさい。あなたたち兄弟は私たちが生み出した悲劇の輪廻の渦に巻き込まれたのね。でもご安心ください。今から私たち虹色戦隊虹レンジャーの力であなたを守り運命を変えてみせます。いいえ、もし私が死なずに済んだとしてもあなたたちが生きている次元においては私が死んだという過去は変えられないでしょう。あ、そういう平行世界がたくさん作られるタイプのやつなのね。ドラゴンボールで未来トランクスの世界はそのままなやつ。そっか、じゃあここでリレイサさんを助けても我々の世界線ではどうにもならんのか。変えられないものなのです。そんなしかし私が死ぬという運命を変えられたらミシュアルの心は救えるかもしれません。私の心を救うだと？おう、お前のことだよ。どこから見てやがったんでい。ケルベロス！私の心を救うなどか。お前たちは一体何者だ？あ、違った、また別のミシュアルだ。なんだと？俺たちがわからねえのか？ああ、お前たちとは初対面だが。はてさて、これはどういうことなのである？そうか、こやつはリレイザを失い孤独に超転生を繰り返していた時代の超賢者ミシュアルなのじゃ。どういうことだ？俺の腐った頭じゃ理解できねえよ。超転生を繰り返す Z と超転生を繰り返すミシュアルの運命が偶然にも交錯したのじゃよ。来たか、死を運ぶ欲望の亡者どもめ。ミシュアル、あなたは私が殺された後の時代からやってきたミシュアルなの？なあ、そうだ。ごめんなさいミシュアル、私のせいで。いや、君を守れなかった私が悪いのだ。だが今度こそ君を救ってみせる。ケルベロスのやつ、俺と同じように大切な相手を救うために超転生を繰り返してきたんだ。俺はバカだからビークを救うことしか考えずに突っ走ったけど、ケルベロスのやつ途中で諦めて別の道を選んだ。あのバカ野郎め、絶対にぶっ飛ばしてやる。この世界にはもともと破壊神 DNA を封印する方法を探して旅をしているミシュアルなんて、それとは別に超転生をしてリレイザさんを救おうと試行錯誤しているミシュアルなんて、そこに Z 君たちが超転生で現れたってことでいいのね。超転生の使用者同士で被ることとかあるんだね。下げのあの数字が偶然被ったみたいなもんなのかな。で、今回のステージギミックはちょっと面白そうだな。新色パネルと大量の敵強化シンボルか。
ターンが進むごとに水色パネルが広がっていって、最終的には敵が5倍ぐらいの強さになるっぽいね。せっかくダッシュターンを送りまくってみるか。というわけで8ターンほど送ってみたぞ。見事に水色パネルに侵食されたな。奥のジオシンボルもちゃんと全部水色パネルに載ってるね。これらもフルバーストを使えば全て壊せると思うとちょっと切ないけど、やっぱり射程無限技なんて作っちゃあかんで。で、敵の能力値は150万前後か。チート屋の難易度調整を最大にしてる割にはちょっと物足りないような。我々はいろいろやって全ステ3000万だけど、全く何もしてないレベル9999は全ステ30万ぐらい。いや、振り幅がでかすぎて何の推測もできねえな。やめやめ、自動戦闘で倒します。こちらのターンです。あ、メロディアさんの AI は敵を攻撃できなかったら補助アサって感じにしてるけど、そのせいで無意味なタイミングで1ターンマフを使っちゃってるな。後で直しとこう。これが金の力。こうして破壊神の DNA を狙う悪魔は金の力により退治されたのであった。これは驚いたな。その尋常ではない戦闘力、君は何者だ？俺か。俺はただのゾンビだ。いや、ただのゾンビなどではない。君の肉体の内側から底知れぬ魔力を感じる。これはまさか、君は魔人なのか？は？バカ言ってんじゃねえよ。俺はただのゾンビだぜ。いや、間違いない。しかもこのまがまがしい魔力の波動は、もしかして君は超古代に宇宙を滅ぼしかけたというあの魔人なのか？え、そういう話になっちゃうの？じゃあ昔はあんなゴリマッチョだったの？あ、気にするのはそこなんだ。結構ショックだな。しかし本当に特別な血筋ではあったんだな。魔人？嘘よ。Z 様が超古代に宇宙を滅ぼしかけた魔人だなんて、そんなの嘘よ。私も驚いている。だが魔人の DNA 発見以来研究を続けてきた私にはわかるのだ。なんともはや驚きの新事実なのである。ただのゾンビではないと思っておったが、よもや魔人とはな、想像もつかなんだわ。ということは、虹Z さんの真の姿は虹魔人 Z？ ずるい！かっこよすぎです！我が輩は最初からお見通しだったぞ。貴様はただものではないとな。嘘つき！ったく、調子のいいやつだぜ。散々俺のことをただのゾンビのくせにとか言ってたくせによ。君たち、頼む、私に力を貸してくれないか。君たちならもしかすると運命を変えられるかもしれない。私からもお願いします。どうかミシュアルを、ミシュアルの心に救いを。ふざけんじゃねえぞ。俺とビーコはお前らのせいで。兄さん、この人たち助けてあげよう。ね、お願い兄さん。なんと、そうだったのか。君も超転生を。お、ミシュアルにも話したのか。いやー、ワクワクするな。こういう展開、日 SS の逆光ものみたいなやつ。
それもこれもお前のふざけた計画ってのに巻き込まれたせいだ。未来の私はそんな選択をしたのか。すまない、全ては私の心の弱さが原因だ。なんだよ、よく素直じゃねえか。まだ絶望する前のミシュアルじゃからの。元は長剣者と呼ばれるほど立派な男だったのじゃよ。今すぐぶっ殺してやりたいけど、こいつは俺の知っているケルベロスじゃねえんだな。なんかほんとフルメンバーって感じだな。こいつらが全員で協力したら割と何でもできちゃうんじゃないか。といったところで今回はこの辺りで。お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。